そろそろこの部屋にも慣れてきたかな。こっちでもお医者さんなんだよな。そう考えるとやっぱりこれは夢じゃなくて。いや、ダメだ。僕がこんなことじゃ。これは夢。あれは全部関係ない。あれ？このドアなんだろう？そういえば入ったことなかったな。暗い。もしかしてこの先って戦争とかなのかな？あれ？これはピアノの音？これは一体誰が弾いてるんだろう。脅かさないように。あれ？聞こえなくなった。静かにしろ。何をしている？ここは一般人が立ち入る場所じゃない。この間の忠告の意味がわからなかったのか。
違うんです。僕はピアノの音が聞こえたので、それで。ふざけるな。そんなもの聞こえるはずがないだろ、こんな場所で。命が惜しくないと見える。見かけよりも強情なのか、それとも愚かなのか。何するんですか。無断で入り込んだことは謝ります。すみません。でもこんな風に。負けん気はこの船では損にしかならないぞ。ロドニー・ウォレン・グレアムの知り合いらしいが、その免罪符はいつ無効になるかわからない。もう一度言うぞ。死にたくなければもう絶対にこんな場所をうろつくな。どうしてですか。死にたいのか、そんなに。じゃあ教えてください。もしかしてさっきまでピアノを弾いていたのはあなたですか。この近くから聞こえましたよね。聞き間違いだろう。それは違います。絶対聞こえました。お前みたいなどうしてロイと知り合いなのか、本当に不思議だ。確かお前はあの医者の連れなんだろう。助手とは聞いているが、それらしいことをしてるわけじゃない。
大方退屈しのぎに一緒に乗りたいとわがままでも言ったんだろう。言ってません。じゃあ何かできるのか、助手らしいこと。ほら見ろ。強情を張りたいならせめて包帯の巻き方くらい覚えておくんだな。覚えます。これから。本当にわからないな、お前がどうしてソーハにあんなに恨まれるのか。あいつもなんだってこんな子供に。ソーハ、今ソーハって言いました。あなたはあの人とも知り合いなんですか。一応な。あの人は一体何なんですか。僕理由もわからなくて恨まれてるっぽいんですけど。なるほど、確かにあいつが嫌いそうな人間ではあるかもな。そして俺も嫌いだ、お前のようにまっすぐな目をした人間は。どうしてですか。え？どうしてそんな風に思うんですか。まるであなたがロドニーさんや僕を羨ましがってるように聞こえますよ。想像しいだけの子供でもないらしい。だが自分の身の危険を理解できないほどには愚かだ。分かってるつもりです。少しは。分かってない。とにかく金輪際この戦争には近づくな。じゃあこの白のクイーンをここに置いてと。よし、チェック。おいおいおい、アーシル、お前そこに置くか。置きますよ。勝負の世界は非常です。なんだよ、いいからちょっと待ってろ。
ロドニーさん惜しい。チェックメイト。な、おいおい、もしかして俺の負けかよ。もしかしなくてもそういうことです。約束ですよ。マロンクリームパイとミルクティーをおごってもらいます。おおよ、いいとも、いくらでもおごってやるぜ。あー、そこの君、すまないがこのテーブルにシェリー2つとマロンクリームパイとミルクティーを。ごちそうさまです。おいおい、カーティス、アーシルのやつ、いつの間にこんなに強くなったんだよ。いや、私も特に念入りに教えたわけじゃないんだが。他のカードゲームも強いんだ、アーシル。強いというか、なんというんだろうな、勘が鋭いのかもしれないな。別に意地になってるわけじゃないが、これでも俺だって弱くはないんだぜ。ああ、以前に言ってたな、オックスフォードのチェス大会で優勝したんだろ。ああ、それはすごいですね。ああ、知る、勝ったやつにそう言われても喜べないんだよ。しかし、まさかアーシルに負けるとは。まあ、落ち込むなよ、ロドニー。次は勝てるかもしれないだろ。お前もな、微妙にフォローになってないんだよな、言うことが。ないさ。おい、気晴らしにちょっとあっちで弾をついてくるからな。ああ、
ロドニーさん待ってください。僕もやったことないので教えてください。おお、そうだっけ。メイドも教えてやるよ。おい、カーティス、お前もやらないか。ん？ああ、そうだな。じゃあ、このシェリーが空になったら。け、何をカッコつけてやがる。そんなもん一気に飲み干せ。一気にグイッと。ダメですよ、ロドニーさん。あんまり無理にお酒飲ませないでください。ん？何か僕、おかしなことを言いました？いや、何ですか？そのいかにも何か言いたげな顔。いや、なんでも。さて、ワンゲームやるか。ロドニーさん、ちゃんと答えてくださいよ。怒るなよ。なんか嫁さんみたいだなと思ってさ。何を言ってるんですか。まあでも、それくらい世話焼きの方があいつには合ってるのかもな。俺だってこう見えて結構面倒見いいんだぜ。僕、ロドニーさんとカーティスが友達になったきっかけって聞きましたっけ？聞いたかな？あ、僕が忘れちゃっただけかな。そういえば話してなかったかもな。お、カーティス来たか。どうだ、まず一回。アーシルだったらワンゲーム見せれば大体覚えそうだし。ああ、そうだな。うん、久しぶりだからな。お手柔らかに頼むよ。いや、本気で行くぜ。お前そう言って絶対に手抜かねえし。バレたか。あ、そういえばカーティス、アーシェルが俺たちの馴れ初めを聞きたいってよ。まだ話してなかったっけ？ああ、そういえば話してなかったかもしれないな。いつもくだらないことばっかり喋ってるからな。それだけ楽しいってことさ。俺とカーティスが知り合ったのは何年前かな。うん、まだそんなに経ってはいないんだが。
俺が拳銃で撃たれて大怪我した時だったな。大怪我？大丈夫だったんですか？バーカ、大丈夫だったからここでこうして玉ついてんだろうが。ちょっとヘマやらかして半死半生の目にあってな。その時に見てくれた先生の弟子がカーティスだったんだ。なるほど。じゃあカーティス先生が傷の手当てとかもしたんですか？そうそう、カーティス先生が俺の傷の手当てをしてくださったのさ。それでどうしてカーティス先生と仲良くなったんですか？きっかけは単純だったんだ。しばらく寝たきりになってた俺に差し入れてくれる本の趣味がすげえ近くて。一体どんな本を？推理小説が一番多かったか。恋愛ものは一冊もなかったな。あとは哲学書を持ってきやがったこともあったな。カーティス先生らしいですね。そうだな。そう言われてみると劇的な事件はなかったな。でもなんかいつの間にか仲良くなって。こいついいやつだななんて思ってるうちに、あ思い出した、大事件。何ですか？カーティス先生のパンケーキ事件。こいつさ、こんないかにも女にモテそうなキザな顔してるのに、どうしてかパンケーキ好きで。もう大丈夫か？そうだよな、びっくりするだろう。あ、すみません、驚いて落としちゃった。それにしても意外ですね、カーティス先生がそんなものを好きなんて。だろだろう。でもそれがきっかけといえばきっかけかもな。自分からはあんまりいろいろ喋らないし、優しいのにあんまり打ち解けてない印象だったのが、あのパンケーキですっかり親近感湧いちゃってさ。詳しく聞きたいな、そのあたり。いや、なんかパンケーキ食べたいとか言い出すからさ、俺の知り合いの店に連れて行ったんだよ。ロードにそこまで詳しく話さなくていい。話すぞ。今さら格好つけたって無駄だ。でな、出てきたのが不満だったらしくて。ロードニー、不機嫌？どうして？まずかったとか？味というより形、厚み？
なんか薄すぎてこれはパンケーキじゃないとか言い出して。もういいだろうロドニー。聞いたら、こいつがいつも食ってるのはもっと厚いふっくらした形とか言い出して。あ、それ僕もわかります。ふっくら熱々が美味しいと思います。いや違うね、イギリスでは薄く焼く、それが一番うまい。ですよ、絶対ふかふかふっくら。それにたくさんクリームやビーンズを添えて。いや違う、薄く焼いて粉砂糖をかける、これだ。いただき。ああ、神聖なゲーム中に気を緩めるのだ。球を握るときは常に精神統一、そう豪語していたのはお前だったはずだな。あー、やり直し、これは間違い。申し訳ないが私はこれで降りる。そろそろアーシルが寝る時間だ。僕はまだ全然眠くないですよ。子供は寝る時間だ。さ、戻るぞ。